皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。早速、ゆくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。えー、今回はですね、えーまあ、動画のタイトルにありますように、えー、いわき市アンモナイトセンターからあーちょっと残念なお知らせということで、えー、何が残念かと言いますと、えー、これまで体験発掘1回の 店員がですね、えーまあ、100名ということでやってきたわけなんですけれども、これをですね、今後しばらく30人に絞るということと、えー、開催日がですね、まあ、普段は土日でやってるわけなんですけれども、まあ、大型連休の時大型連休の時なんかはですね、あの、土日以外の、えー 休みの日なんかも、えー、こう、体験発掘をやってたわけなんですけれども、それも行わないということで、厳密に土日だけの体験発掘の開催になるということの、まあ、変更がありました。はい。では、土日がいもですね、あの、3連休とかになっている時も、こう、3日間続けて、こう、体験発掘やったりするんですけども、そういう3連休の時も、土日だけを開催ということになりました。はい。 で、それがいつまで続くのかと言いますと、まあ、あこの動画が出た直後の、えー、4月の6日の土曜日から、えー、この路頭ですね、体験発掘する路頭のー、えー、工事、まあ、整備の工事が終わるまでは、その状態が続くということなんですね。はい。で、申し込み方法は、あまあ、これまで通り先着順ということになってます。はい。 で、まあ、体験発掘の、まあ、本来の店員、まあ、キャパーというのは、まぁ、あ、200人なんですけれども、えー、これが、こう、100人に減ったという理由がですね、えー、こちらですね、えー、路頭の写真出しますけども、この路頭の中腹にコーンで囲われた、こう、入れない場所ですね、体験発掘ができない場所があるんですけれども、えー、この路頭がだいぶ雨風によって、 で,ですね風化してきまして1段目のこう発掘が進んでもう2段目と面になってきちゃったということで体験の状況が悪化してきたとこれであの参加する方のちょっと安全がね、えー、なかなか確保するのは難しくなってきたというところで。 ロートン整備工事はですね、一応、えー、3月中に行われたんですけれども、えー、本当にこう、上段の一番高いところの一部分だけで終わってしまいまして、まあ、ちょっと予算が足りないということでですね、えー、そこで終わってしまったと。まあ、本来ですと、この、中段、この高温があるあたりまでは、こう、上段が削られる予定だったようなんですけども、それがちょっとできなかったということで、 今後その、探検学生に参加する方の安全を確保するために、30人に絞るという判断があったようです。はい。で、まあ、4月6日から工事完了までというふうに出てますけども、今現状ではその工事の予定は出ていません。はい。いつ始まるとかいう話もちょっとないので、まあ、実際に、その、 <laughs> 工期が始まって終わるまでは、まあ、その予算が決まって、業者が決まって、で、実際に施工が始まってってなるまでは、まあ、ちょっとね、あの、結構長くかかる見通しなようなんで、ええ、で、この、天マセンターの入り口の横にえもう張り紙がされてるわけなんですけども、この張り紙の中ででもですね、ええ、大型連休中やお盆期間中と、 いうところまで、えー、書かれちゃってますので、まあ、お盆過ぎても工事終わらない可能性があります、はい、なので、えー、今年の大型連休においてはあちょっと体験発掘、まあ、多くの方多分来られると思うんですけれども三十人の方だけということになると思いますはい 申し込み方法は、まあ、基本的にはあ先着順です。なので、まあ、30人くらいまで、えー、達したらあそこで終わりと。で、まあ、これ30人程度ってなってるんですけど、まあ、仮にこう4人連れのご家族連れが来られたときに、まあ、1人だけその30人からこう溢れちゃったなんていう場合の時きの、まあ ねえー、この方まで含めてということで、まあ、30名程度というふうにな,なってるんだと思うんですけれども、まあ、えー、仮に我々、まあ、常連たちもですね、えー、その人数の枠からこぼれちゃったらば、当然、発掘はできません、はいまあ、そのあたりでは、まあ忖度はありませんので、我々もそも枠から漏れちゃったらできなくなっちゃいますからね。はい で、まあ、30人の、ま、あ整理券が多分、くぶられるような感じになるかと思うんですけど、ま、あこの竹約通の申し込み方法に関しては、あ変更される可能性がありますので、えー、その変更があった場合にはですね、ま、あホームページとかで告知がされると思います。はい。で、まあ、開催日が土日のみとなるわけなんですけれども、まあ、 今月末、4月末にはもうゴールデンウィークに入るわけなんですけれどもそのゴールデンウィークの日程を見てみますと、まあ、そのルールに則っ,っていきますと、土日のみの開催となることなので、4月29日の昭和の日、それ五5月3日の憲法記念日、それから5月3日の振り替休日ですね、こちらは開催がありません。はい えー、4月27、28、えー、それから5月の4日、5日あのみの開催となります。はいはい、というわけで、ですね、えーまあ、ちょっと残念なあお知らせになってしまいましたけれども、まあ、体験博士に参加される方の安全の確保ということでございますんで、まあ、これは仕方ないかなと思うんですけれども、まあですねえー、極力早く工事が終わって、まあ、より多くの方々にまた体験博士をね、 していいいただければいいかなと思うんで、すけれどもまあこの変更点なんですけれども、特に今週末、まだちょっと周知徹底がこうなされてない状況なんで、事情を知らずに訪れて、ちょっと体験セスができなかったということで、ちょっとね、不満やり方ない状況に陥る可能性が高いですけれども。 まあその不満をですねあの、対応された職員さんとかにぶつけちゃったりしないようにしていただきたいと思います。えー、これはまあ安全を守るための措置なので、えー、そこのところはですね、えー、ご理解のほどをいただきたいと思います。はい、で、まあ、はこういうお願いはあまりしないんですけれども、まあ、この周知徹底も含めましてですね、えー、この動画をできるだけ拡散していただきたいなと思っています。こ、はい、この動画が上が上っていることを、まあ X まあ ででですすねのの方でも、えー、ポストしておりますのでまあそのポストを見つけていただきましたら、それもですね、えー、リポストですとか、まあいいねを押していただくだけでもいいんですけれども、えー、できるだけ拡散していただければなと思います。はいその辺をちょっとよろしくお願いしたいと思います。はい というわけで、いわき市甘内センターの体験発掘の変更点についてお伝えいたしました。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録も押しております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。